今回の動画は、7月28日のガシャ切り替えで何が登場するかについて考えていこうと思う。考えられる可能性は主に3つあるが、8月ガチャのキーワードは6000万 DL 記念であると考えている。前回の5500万 DL 記念は3月24日であり、3ヶ月周期で500万ダウンロード達成しているので可能性は高い。さて、可能性の一つ目は、新キャラ。ただし、これは一番可能性が低いように感じる。映画キャララッシュが7月にあって、新フェスキャラは今までにないほど登場した。その流れでまた新キャラというのは少し考えにくい。二つ目は、かけらガシャ。昨年の8月フェスがこのようなガシャであったし、一番可能性が高いように感じる。今年の5月でも似たようなガシャが登場していたが、比較的ラインナップは豪華だったので、期待が膨らむ。最近のフェスゲンは強いキャラがかなり多い。そして3つ目は、超フェス復刻。来るとしたらまだ来たことがないカイドウであろう。フェスガシャに超フェス復刻が来たケースは、昨年のロジャー誕生日くらいなので、可能性はやや低いかもしれないが、さすがにカイドウだけ復刻が来ていないのはかわいそうであるため、ぜひ復刻してほしい。ただ、カイドウが来てしまったら来月の超フェス復刻量は超多そうですね。以上で、7月28日に来るガシャ予想を終わる。個人的にはカイドウ復刻が一番すんなり受け入れられそうである。以上、最後までご視聴いただきありがとうございました。